はいどうも、トッポギ侍の大画面です。まあ僕はですね、最近腰のせいもあってかなかなか外に出れず、家にいる時間がすごい多いんですけど、まあその中で僕も自慢の相方に思うことがありまして、まあこう見えても結構僕の相方とは年の差があるんですよ。ガンちゃんが26歳で僕が32の年なので6個下なのか、結構年の差があるんですよね。僕結構若く見られるからあんまりね、見た目違和感ないと思うんだけどね、実はガンちゃんが6個下で、中身はもう俺の方が下年なのかななんてね、ちょっと思うことがあるんですけど、意外と年齢差があって、僕がお兄さんなんですよね。僕は結構最近思うことがあって、俺26歳の頃をめちゃめちゃ遊んでたなっていう、めちゃくちゃモテてたなっていう、ね、そんなこと思いながら、で僕隣にいるガンちゃん見てると、すごい仕事真面目だし、仕事熱心だし、運動ばっかりしてるし、サッカーばっかりしてるし、な女っ気が全くないんですよ。おかしいんですよこれって。26歳って絶対に女の子がいなかったらおかしいんですよ。 100% これ断言できます、おかしいんです。ただ相方のガンちゃんがね、なかなか女っ気がなく、なんかストイックにいろんなことやってる。で最近ね、なんかね、僕からの連絡、僕が連絡してもなかなか返信返ってこなかったり、僕が電話しても全然出なかったり、でしかも最近はドバイからね、親友が来てるから、夜な夜な、まあ、遊びに出かけてると。もしかしたらなんか最近ちょっといろんななんか、まあ、出会いも増えてきてる中で、ちょっと怪しいんじゃないかって思ってます。で本当にもうスマートだしさ、女性にもものすごい優しい、気が利くしね。であの体格見てよ、俺の2倍ぐらいある体格、タッパもあるし、声もさ、女性が感じやすい声してるじゃん。だからいいんで、でも僕的には全然いてもいいと思ったら、いなきゃおかしいのよ、いて当たり前なの。26歳ってめちゃくちゃ遊ぶ時期だから。もうあの突撃です、だから久々の突撃です。僕もちょっとやきもち焼いちゃうかもしんないけど、僕正義感でこれやりますから、正義感で。だってあれだけリアルをリアルをって言ってるから、隠してるのもおかしいし、いなかったらいなかったも全然いいんで、だから今日は全てを僕が明かします。皆さんの思いを乗せて、僕は早速じゃ今からガンちゃんに突撃しに行こうと思いまして、それでは早速行っていきましょうか。トッポギ侍です。うい、どうした？いや、寝して大丈夫。え、寝して、ね、なんで動画回してんの？回してないよ。いや、めっちゃ横にしてるじゃん、携帯。あ、嘘、マジ嘘いや、だ寝して。え、待って、何いや、いいよ。ちょっと待って、何だって、寝てたとか急に起こすのもかわいそうだ。寝てない。失礼だって。携帯見せた？いや、いいよ、携帯見せて。横にして、回してるな、これ全然回してないから。ちょっと回してるな。ちょっと、トイレ借りるわ、普通に。普通にトイレ借りるわ。いや、大丈夫。なんで回してるの？トイレ見ないでよ。見ないけど、なんで回してるの？え、なんで回してるの？何が？何の話？小指立ってるじゃん。いや、回してないから。所作綺麗だな。回してないから。回してるね。どういうと、じゃあおしっこつけ、ちょっとごめん。いいっすけど。うん、何？お、なるほどね。うわ、待って、早速待って、おかしい。早速ねえ、全然トイレしてないじゃん。してないか。全然トイレしてない。いや、今からするよ。シャワーも借りる。早速って何？早速しようかなと思って。早速って聞こえたけど。早速おしっこしようかなと思って。怖い、早速おしっこしようかと思って。なるほどね。おしっこした、もうおしっこした。した。したんだ。早速しました、おしっこは。え、何を言って、なるほどねって言った。いや、じゃあ普通にさ、おしっこしただけで、ただ。ちょっと、向こう行って。いいから。はぁ、いい。うわ、待って、増えてない香水。あ、これはね、そう、増えたの。これは家族からタンプルもらって、これは観光人の友達からタンプルもらった。え、観光人の友達からタンプルもらった。あ、マジで？はい。ジョン・マーロンくれる人いる？普通。え、いいね。はい。てかジョン・マーロンってめちゃくちゃいい香水だからね。そうっすね、めっちゃ高い香水だよ。え、何？うーん、ルームツアー今日？いや違う、だから撮影しないって。別にしてるやん。なんだよ。なるほどね。ちょ、LINE が全部出てんだ。うわ、だって LINE 結構溜め込むタイプだ。うん、 LINE 結構。小亀はお仕事関係の人、友達とか、うわ、家族とか。
え、うわ、ピアノ演奏でも聞く？え、ピアノ演奏でも聞く？ピアノ演奏聞かせてよ。最近ちょっと、最近弾けるやつの聞かせてよ。最近弾けるやつ、うんうん、まあ、みんなが好きな、知ってる歌から。ああ、知ってる歌ってよ。感情こもってるね。強弱つけて感情込めてきてるね。とか知ってますよね。知ってる知ってる、聞いたことあるよ。なんか他なんかない？最近の洋楽で好きなのこれかな。うん、うわー、いいメロディーだね。とかこれ感情入ってるね。うわー、しみる。しみる、これ。とかこれ、あなたは私の。エヴァ最近どう？エヴァ、え、これ未完成のやつ1個あ、今やってるわけだ。そう、なるほどね。いいじゃん、いいじゃん。怖っ。え、なに、まだまだ、なにこれ、え、なにこれ、これ、うん、これ、無水カレーって言ってちょっとなんか SNS でバズってから、うん、作ってたから、作ってみた。一人で無水カレー一人で食う。はい。え、食べない？これ冷蔵で、さっきちょうど食べようと思ってたの。あ、本当に？けどだるいから、うん、ちょっと携帯でも触ろうっつって横になってた。めちゃめちゃごめん、言いにくいんだけどさ、ごめん。何？あの、めっちゃ目やについてますよ。食べる。俺シャワー浴びてないもん。そう、俺も。いや、なんすか？ん？なんすか？いや、そっか、まあ、こんな感じか。めっちゃいいよ。どれこれね、うん、水使ってないから、無水だから、野菜と、うん、その豚肉とか鶏肉の旨味だけで作ってるから脂質も抑えれるし、うん、タンパク質も高いみたいな感じでダイエット食なんですよ。ダイエット食？はい。 SNS で無水カレー見るか。はい。え、うわ、この色。いいでしょ。これは俺もこれ間違えたんだって。俺結構もう黒と見てる。ただ黒と見たら何が？ちょっと一回座るか。ちょっとこれエッチなおもちゃには見えるけど。あ、すみません。じゃあ、挨拶からお願いしていいですか。はい。ゲイが食う！セノドモガです。ガンちゃんです。ストラストッポグザマです。おはようございます。おはようございます。なんなんですか？もう、マジで。僕は結構もう黒だと思ってます。黒？はい。今日何を撮影したかというと、今何歳？今26になりました。26でしょ？はい。26って、絶対に 100% 女がいなきゃおかしいのよ。はーい。100%。これはもうね、オープニングでもう結構もう10分ぐらい話してるから、もうそこ結構省くんだけど、そんな話なんだ、省くんだけど、うん、今日だから僕は今日、うん、もう突撃で、うん、マジで暴いてやろうかって、もう明らかに全てを明らかにしてやろう、はい、やろうかと思って、はい、カメラ回してました。だからなんか家宅捜査みたいな感じでしてました。してたんだ。で、なんかなるほどねとか早速とか言ってたんだ。早速一人で来た。トイレ行くっつって。ってことは、うん、そのみんなの認識とオガメの認識的には、その僕に彼女がいるっていう体で来たっていうことなのか。まあ彼女というか女というか。あどういうこと。いや、もういや、もういいよ、大丈夫、ガチ大丈夫。何、もう楽になった方がいいよ。もうここなんか俺取り調べ室にいるみたいなね。活動出てきそうだわ。あのね、もう一つ決定的なのがあったわ。早いところから。はい。歯ブラシ2本あったな。はあ、まあありましたね。もう楽になるって、もういいから。ありましたね。楽になろうぜ。なんかその弁明するんだったら今のうちだけど、言い訳するなら。いや、けどこれめっちゃ面白くない回答になっちゃうんですけど、ドバイの友達のやつです。クソつまんねえな。でしょ、クソつまんねえな。あれ、ちゃんとドバイの友達のやつですよ。もともとそうドバイから韓国に来てて、その僕の部屋にいびり立ってるやつがいるんですよ。いるな。僕なんかが日本の友達からしたら、うん、駆け込みだみたいな感じになってて、毎回深川とかさ、めっちゃ泊まるんですよ。なんか前インフルエンサーのさ、りょうたくんとかも来てたね。泊まってたよね。みんな来るね。
の、 あの、うん、ドバイの友達の歯ブラシです。めちゃくちゃつまんねえじゃないかよ。いたやん。ちょ、いや、まああれだけじゃないんだよ。何何、カレーも怪しいな、このカレーも。いや、おかしい。え、そう、カレー、無水カレーなんかまず作んないから男が。いや、まあ、確かにやりすぎた感はある。ダイエット、女子が食べるってあれ。え、無水カレー知らないっすか。あれ、俺無水カレーっていう単語今日初めて聞いた。いや、無水カレーっていうのはもうすごい SNS バズってるんですよ。とかよ。でなんか、ね、その脂質とか、うん、もうなんか炭水化物とか高いからめっちゃダイエット食品でおすすめらしいんですよ。いや、女子か。だからそれで作ってみました。だから女子か。ダイエットって女子、いいでしょ、女子しかしないんだから。ダイエット、いや、レイシストですか。無水カレーはもうダメなんですか、男。ダメだよ、レイシストだ。俺は そういうとこあるから。俺はそういうとこあるよね。ダイエットは女子しかしちゃダメだから、うん、まあ、そう差別的な発言しますから。あとジョーマロンだ。あ、ジョーマロンなんか普通さ、韓国の友達からもらわないから。で、韓国の男子ジョーマロン知らないから。知ってるでしょ。マジモンのレイストじゃないですか。あれ女子しか知らないから、ジョーマロンって。マジでなわけあるか。女子しかプレゼントしてくんないんだから、ジョーマロンって。ジョーマロンは、うん、あの韓国でもともと人気なんですよ、実は。あ、そうなの。初めて聞いたよ。そうなんですか、うん、それでなんかプレゼントしてくれました、誕生日で。え、だから誰から。いや、友達っすよ、本当に。男か女か言ってる。 Just a friend。 だから男か女か聞いてんの。いや、男ですよ。え、男ですよ。ちょっと、うわ、待って、めっちゃ口緩くなかったよ。いや、男でしょ。うっとくって口緩すぎてさ、ちょっと嘘を隠そうとして口緩くなって、うっとくって言ってるじゃん。いやいや、ちょ、逆って、男です。男かよ。男がジョン・マローンなんて知らないだろ、普通。俺でさえ26の時 100% いたもん。20代って一番遊ぶ時期だから。いた手なんだね。ず、いて、手とか言うな。本当にいたんすか。それは失礼。だからいなきゃおかしいのに、なんでこんなにちょっと YouTube、うん、こうストイックでやってんのっていう。あ、こっち逆に心配だわ。あ、じゃあ分かった、はい、じゃあいいや。ちょっと、まあ彼女の話するのもちょっと重いと思うからさ、うん、彼女に作ったカレーをちょっと食べながら。いや彼女に作ってないよ。俺食べちゃダメですよ、彼女に。あ、食べていいっすよ。いやいや、もっと、申し訳ない。申し訳ない。申し訳ない。本当に食べていいっすよ、食べます。ランちゃんが食べるの見ながらさ、俺は申し訳ない、やっぱり。なんでよ、一緒に食べようよ。一緒に食べて、ちょっと今日、あ、お話しようよ。あ、いいの、これについて決着つけたい。あ、そう。なんか多分今めっちゃ支持率的に言ったらオガミョン側になってるでしょ、多分みんなも。当たり前じゃん。完全に彼女、ガンちゃんいるわみたいな感じになってるから、ちょっと弁明したいです今日。あの、ジョー・マロンが一番怪しかったけど、ちょっと一回まだ一回弁明しますか。じゃあ、まだか、弁明してもらっていいですか。いや、いいっすよ、いいっすよ。弁明します。じゃあ、カレー完成しました。すごいね、こんなん作ってんだ、彼女のために。怖い。違うでしょ。え、でもさ、あ、じゃあいただきますよ。はい、食べて。せーの、いただきます。いただきます。結構なんか力作なんですけど、すげえ。どうすかね。えのきと、ナスと、ナスとトマト、ネギとトマトと鶏肉と豚肉です。うわ、美味しいですか。うまっ。よかった。え、美味しくない。これ無水なの。そう、水一切使ってなくて。おしゃれなもん作んなよ。野菜の水だけで作ったみたいな。おしゃれ、そんなおしゃれなもんことすんなよ、マジで。けど俺作ってみて思ったんだけど、うん、無水の意味あるって思ったんだよね。結局水も太らないからさ、なんでって思ったけど、うん、なんかそのコクがより強くなるらしいですよ。ちょっと味がやっぱ無水だから薄いけど、調味料も入れなかったから。すげえ無水な感じが気がしない、これ。うん、そうなんだ。そんなこといいのよ。何なんすか結局。なんか、まあちょっとあんな感じで言ったけどさ、はい、やっぱ26歳だからさ、はい、ちょ、青春もしなきゃダメじゃんと思って。先輩からの教訓。もう教訓というか教えね。まあ、俺みたいになるなっていうのさ。こんな30代になってほしくないからさ。おやめろ、すごい。マジでその20代のうちにいろんな経験しとかないとさ、はい、それは仕事にストイックになるのもいいけど、はい、恋愛経験っていうのはものすごいこの経験ステータスになるから。確かにね。確かに、まあ結論から言うと彼女いないんですよね。うん、いないのか。まあね、いないんだな。はい、でも言った方が楽ってのもあるよ。ああ、まあね、うん、まあ、全部さらけ出せる自信はあるよ、うん、もう俺誓ったし、うん、YouTube に魂売るって。魂から言うと、残念ながら彼女はいません。じゃあどうやってその悶々とした気持ちをさ発散させるのよ。いや、もうそれはもうね、男性だったらもう一人でやるしかないでしょ。バカだ、そこ求めてないですよ。一人でも求めてないですよ。やるしかないでしょ。でも最近さ、もう俺がさ今さ、もう外出れないからだけど、ドバイの親友は来てるじゃん。はい、なんか夜な、うん、なんかちょっと遊びに出かけてるっていう情報はね、うん、僕はねもう得てますよ。あれですよ、ちゃんと
仕事とかした後ですよね、うん、まあ、家の近くとかで、ね、結構遊んでりしますけど、結構あれっすよ、やっぱドバイの友達と話すのって結構なんか仕事の話とか、うん、熱い話結構するんで、そんなそんなもんつまんねえ男だな、ナンパとか遊べ遊べ、もっとアクション行け、アクション、申し訳ない、本当につまんない男に映るかもしれない、つまんねえ男だな、てか、うん、女遊びもしないっていうのは結構つまんない男に入るからね、俺から言わせていただくとどの口が言ってるんですかマジで。だけどまあこれだけ言っとこうかな、うん、みんなが思うより結構僕は男だよっていうの、うわ、これだけ言っとくわ。なるほどなるほど、さすがになんかもう今26でいい感じの年の取り方していきたいから、うん、前までのガンちゃんのキャラでいくっていうよりかはこの全部言っちゃってもっとなんかみんなと近くなりたいっていうのがあるから、ガンちゃんも男だよっていうのはね言いたいね、みんなちゃんと一人の男の子なんだ、はい、僕も男なんで、なんだ、さあそれはもう男ですよ、安心したわ、はい、夜の顔があるわけだ、わかんないけど、わかんないけど、わかんないけど狼になる毛が急にプワーって生えてワオーンって喋りながら行けますよ、そりゃちゃんとそういう時間もあるわけだ、うん、なんだよかった、なんかすごいさ、うん、俺から見たらなんかちょっとすげえガチでモテるくせに、うん、ガチで女の子から来るくせに意外とさ、うん、奥手じゃん、めっちゃ奥手だね、なんかもうちょっとやっぱりちょっと26歳らしさを出してほしいなって、うん、やっぱその願望もどっかあんのよ、うん、俺からしたら。オガミョンが思う26歳像ってどういう感じなんですか、うまクラブでイエーイみたいな、毎日女の子と遊んでイエーイみたいな、寝ずに撮影よ、あ寝ずに仕事、はい、でまた飲み行って、はい、でまた朝まで遊んでまた仕事してでずっとこれよ、いやしないっすねそちゃんと撮影に備えたいんで、なんか奥手になった原因みたいなのは、ね、自分でも思うんですよ、あ何、まあ、正直言ったら彼女はいたことあります、あるだろ、うん、なんで逆に ない感で言ってんの、でなんか前の動画、昔の動画でさ、なんか彼女いたことあるって言ったのはないって言ったのは結構グレにしたんだ、そうちょっと忘れちゃってたんだけど、ありますもちろん、でここで初めて言うんだけど、僕は彼女一人しかできた時ないんですよ、うん、人生の中で一人しか生きてなくて、でさっき言ったオガメのその恋愛、大恋愛っていうのをその方としました、実は4年間ぐらい、うん、3,4 年かな、忘れちゃったけど、で始めたての時はまだ付き合ってたんだけど、なんか YouTube じゃあオガメとガンちゃんで本気になろうっていう時あったじゃないですか、でその時今の幸せを取るか5年後の幸せを取るかってなった時に、僕はどっちかって言ったらオガメンと2人で素敵な景色見た方がなんか僕的には嬉しいなと思ったし、うん、僕は彼女ができたらここしか見れないっていう、ちょっとバカだから、うん、バカだなそう愛をたくさん注いじゃうタイプだから、あこれだったら多分 YouTube にも支障きたすし、オガメンにも迷惑かかるなと思って、じゃあすいません僕頑張りたいんで自分の夢があるんでお別れしましょうっつって別れて YouTube 頑張ってるみたいな感じなんで、うん、でその別れもすごいなんかいい感じの別れかと思いきや、僕の中にはすごい思い出に残る別れ方で、ちょっとなんかドラマみたいな別れ方だったんですよね、うん、オガミは知ってるよね、まあまあ知ってますけど、そういう別れ方があって、なんかちょっと恋愛を遠のけてる自分がいるというか、で怖いんだ、怖いっすね恋愛をするのが、それでまあ奥手になってるわけだ、うん、一種のトラウマじゃないけど、そうですね、そういうことがあって、まあ、ちょっと僕ネクラ入ってるんで元が、うん、全て結構悲観的に考えちゃうから、だから奥手なのかもしれないですね、今までなんか嘘ついてたのはごめんなさい皆さん、うん、本当はいました、北海道と北海道に東京の行ってた、ね、遠距離恋愛してて、うん、それで北海道詳しいんだもんね、そうっすそれはもう言いますわ、もう過去は過去なんでね、そうだ皆さん、なんか恋愛って怖くないですか、なんかもう好きって何か分かんなくなってきたっていう、よく俗に言うなんかあるあるだかもしれないけど、いやその年齢でそこ行ったらちょっと結構怖い、今後今後ちょっと危ないゾーンに入ってきちゃうよ、いや自分でも思いますそれは、もっとさ楽にもっと、うん、ラフに考えてもっといいと思うよ、なんか、うん、好きでいてくれたら嬉しいですけどね、こういう僕で、うん、もういいからなんか好きでいてあげるみたいな、すごいわがままじゃん男ってね、わがままぐらいがいいよすごいわがままだから全然違うこと言い始めたりとか、なんか振り回されちゃう感じがあって、どん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 遠のいていくんだろうなっていうのは思いますね、けどそれと引き換えに今僕 YouTube ですっごい楽しいし、うん、そうだね、どん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 ガンちゃんの圧倒的キャラどん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 気づき上げてきてるし、その道中でなんか彼女とかできたらなんか、そっか今はそういうフェーズではないわけだ、うん、まだ甘いでしょお前ってなっちゃう、甘いやっぱ欲しい欲しいガンちゃん入るんだ、いやそりゃそうじゃないですか、まあ、疲れた時とかさ悩みある時さ、うん、バカチンかいおいなんかもう、ねえガンちゃんガンちゃんみたいな、ねえねえ聞いてよみたいなさお話ししたいじゃん、けどまあ今はもう仕事に全集中で
頑張んなきゃいけないなっていうフェーズですね。分かった分かった。じゃあ、はい、ガンちゃんのために今日は特別タイマッサージついてあげる。マジっすか。けどまあタイミングじゃないですか。まあそれもそうだな、運命だな、うん、運とタイミングだ。だからなんか30なる手前にグッて頑張って隣向いていた人と付き合いたいし、ロマンチックだな、結婚したいっていうのはあるんですよ。ロマンチックやで。もしそれがいなかったら僕はもう一人でもいいなっていうのはもうオンマとアッパにも言ってます。これはもう20歳頃から言ってる。オンマとアッパにごめん俺多分結婚できないと思う、性格何ありだからみたいなな。結構言ってる、ね、でもロマンチックだな。それでそこでいた運命的な女性と。そうなんですかね。最後にさ、ちょっと俺もさ、最近ガンちゃんの活躍が止まらないじゃん。はい、そうっすか。いろんな方面でさ、うん、活躍して、なんかまあソロの活動もいろいろ増えてきてるしさ、うん、ちょっともうありがたいことに、ね、ありがたいことにね、うん、でやっぱちょっと僕の中ではちょっとやっぱり遠い存在になっちゃうんじゃないかっていう、やっぱ心配があるから、はい、早めにサインもらっといていい、はい顔に下着にさ、白い銀のやつで最後もらってきてるんですか。いやでもありがたいことですよね。いや本当にありがたいことに、うん、確かに個人の活動が最近増えてきて、まだ告知はできないけどね。そうですね、いや本当にありがたいなって思うし、もちろんなんかトップ侍でスタートしてやっぱこの環境に感謝してるしなんか毎日が幸せだなって本当に思うんだよね、うん、今置かれてる状況って多分厳しい状況かもしんないけど、俺たちって5年目で25万人でちょっとさ、 YouTuber からしたらさ遅いわけじゃん。まだ目が開いてない感はあるし、自分たちの中でもなんかいろんなストレスがある中でもこういうなんか幸せ、こういうのも幸せだし、うん、こういう題材で撮れるのもめっちゃ幸せなんですよ。そうだね、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ、もうこれで感謝生まれちゃってるから本当にで見てくれるでしょ皆さん。そうだ、ね、もうこれで感謝、ね、でいいねとコメントしてくださるでしょ、これで感謝だから。で俺がタイマッサージ連れてくるでしょ。もう4つの感謝生まれてますから本当に全てに感謝なんですよ。だからなんか最近 DM でもなんかガンちゃんが遠い存在になってちゃいそうみたいなことを結構言ってくださるんですけど、それはなくて、結局俺めっちゃ YouTube はだし、 YouTuber だからこそこういう話もできたと思うし、なんか今日すっきりした。あ、本当に溜まってた、言いたかったことあった、うん、言いたかったんだ。そう、なんか作ってた感があって、うん、そっちに関してなんか一つトゲが取れた感じする、うん、なんか後ろめたい感じがみんなからもなんか感じてたし、俺も言わなきゃっていうのは思ってたんだけどタイミングがなかったから、なんかこういう機会として言えたのはすごい、なんかあの行為をやる時よりすっきりしました。何言ってんの。いや、マッサージね、マッサージされる時よりすっごいスッキリしました。よかった、ならよかったわ。なんかみんなもガンちゃんはなんか一緒にいるよみたいな、ね、そうだね、一緒にいるんだよみたいな感じてほしいね。一緒に YouTuber、うん、ガンちゃん YouTuber として、ね、だってマジで50歳になっても俺多分 YouTuber やりたいですもん、うん、正直言って本当に 50だよ。はい、50、多分50になったらいろいろ変わってって、うん、多分ニュースみたいな感じに物申すみたいな感じになったりとか。本当に YouTuber でいい、うん、本当に YouTuber やりたいですよ、基盤は。本当に。じゃあもしそこからの派生でうまくいったと思っても、うん、基盤 YouTube じゃないですか。そうだね。だからずっと YouTube はやっていきたいなと俺本当に思うんで。俺でも50ごめんね、なんつ YouTuber かもしれないけど、はい、俺もシンガーソングライターになってるからあってんだよ、ね、シンガーソングライターオガ俺はもうあの路上で駅前で俺は弾き語りしてるんじゃないかと俺は思ってんだけどね。渋いっすね。渋いっしょ。新宿の東口公園前でやってるだろうな。俺はもうそれ育ってる可能性あるけど、でもそれも YouTube のおかげだから、うん、それができるのも、うん、本当になんか思うんですよね、 YouTube やっててめっちゃ楽しいなと思うし、日に日に楽しさが増していく感じ、うん、自由に喋れるっていうのがでかいっすね。そうだね。いや、よかったよかった、そんな動画撮れてよかった。そんなに動画を撮ろうと思ってたから俺は。うわ、戦略家だ。もう俺最後までここまで見据えてたから。乗せられてたんだ、手のひら全部マリオネットだよ、ガンちゃんは。鏡の中のマリオネットだったの全て。すごいね、任せて。だからそういうブレイトッポギ侍のブレイン担当だから。あ、そうだそうだブレインの頭脳派の頭脳派でやってるんだから、うんうん、任せてその辺は。はい、ってことね。はいはいはい。いやいや、僕が締めない、小亀が締めてくださいよ。いや、もうこれ、ここは俺の口だ、俺のブレインで。ブレインやめてここ締めた方が、ガンちゃん締めた方がいいから。ブレイン担当なんだ、初めて聞いたけどね。今回はガンちゃんに彼女がいるかいないか問題について小亀に突撃されました俺やる必要ある、これ。もちろんもちろん。恥ずかしいな。結果としては安心してくださいっていう感じだし、女の子がうんぬんっていう話じゃないんで、僕のステージは今。そういう僕もすごい皆さん応援してほしいし、トップ侍としても応援していただきたいなと思います。はい、本日の動画も見てくれてありがとうございました。あ、それでは次の動画もね、バイバイ。